先月24日にスタートした東京と大阪の大規模接種センターではすでに一度接種を受けた人の2回目の接種が始まるため今月28日から新規の予約枠が大幅に減りますこのため来週月曜日以降はこれまでの1週間単位ではなく2週間分の予約ができるようにしますまた予約受付人数はキャンセルに備えて増やしていた枠をなくし東京で1日1万人 大阪で5000人に戻します。